どうも皆さんこんにちは、地球儀案内人のゆうです。今日はバトニングのやり方をご案内いたします。バトニングするために必要なものですね。バトニングするための刃物、手袋、薪、できればあった方がいい薪割り台です。なかったとしても薪を薪割り台代わりとして使うことができます。バトニングするときはですね、まず割る薪を用意します。そしてバトニングするための刃物ですね、こちらバトニングができる刃物を用意してください。刃物をまっすぐ薪に当てます。太い薪は真ん中を行くんではなくて端から割っていくと割りやすいですね。そして叩く用の薪、こちらで刃物を叩くだけです。このように入りましたら、今度叩く場所は先端部分ですね、こちらを叩いていきます。このような感じで太い薪も難なく割れますね。